大阪府立ひねの高等学校は、大阪府泉佐野市にある公立の高等学校。昭和末期1987年バブル時代の生徒級臓器、急激期に、府立157番目として新設された最後の府立高校。当初、大阪府立佐野高等学校の文校として開校し、平成初期1995年に分離独立した。 1987年大阪府立佐野高等学校の分校として、開校時から教育課程は全日制課程で普通科を設置していたが、平成期の少子化に伴う大阪府教育委員会の府立高等学校特色づくり、再編整備計画で、当廃合の対象校となり、2001年に普通科総合選択制に改編された。その後、2015年度に、 再び改変され、普通科の専門コース設置校となった。生徒は2年次より文系と理系と3つの専門コースに家庭から様々な進路希望に応じて選択する。なお、2000年度から全校期の2学期制を採用していたが、2008年度から再び3学期制に戻っている。その他、ICT 機器を活用した分かりやすい授業実践を掲げており、 学力向上と進路実現に向けた取り組みとして、進路指導室、進路資料室を発展させたキャリアガイダンスセンターを設置している。大阪府の高校進学率が昭和50年代に90%を突破。1977年に10万人だった高校生が段階ジュニア世代の進学する1980年代ピーク時。 10年後の1987年に14万8000人と5割も急増した。このため公立と私立の高校関係者が大阪府公私立高等学校連絡協議会を設置し対策を練った結果、不立校で収容できない生徒を講師後退散の割合で私学で引き受けることとなった。しかし急増期のピーク後から数年後の1990年代に、 急元気を迎えることが確実視されていたため、不律校は1984年に開校の6校を最後として新設されていなかった。そこで、生徒数の急増期、急元気の過渡期に最後の調整措置として、学校施設の老朽化した不律参校に分校、本校方式で分校を設けることとなった。これは、2校の統廃合の困難さも考慮し、 高校生急増期の最後受け皿の分校を本校並み施設で新設することで、生徒減少期に本校を校外移転させる形で、分校敷地に統合するという構想。府南部の場合、泉佐野市の山側で南東部のひねの地区に1987年、分校として大阪府立佐野高等学校ひねの校を開設した。しかし、ひねの校の関係者らの希望が変化し、 実際に少子化時代に入った1995年に大阪府立姫例の高等学校として分離独立した背景には教職員の情熱的な取り組みとそれによく応えた生徒を高く評価していただいた地域住民の熱い思いが強く作用したとしているなお同様の経緯構想で1986年に新設された 府北部の文校大阪府立島城、高等学校大冠無校は、大阪府立大冠無高等学校として、府北東部の文校大阪府立平方高等学校、津田校は、大阪府立平方津田高等学校として、ひねの高校と同じ1995年に、同じく分離独立している。校訓は、自立、共生、友愛の3つ。 初代校長の三浦123が考案した。校章は、教諭の中原博之区によるデザイン。独立前のひねの校の女子セーラー服製服の胸元の花文字をモチーフにした。校歌は、独立校に決まった時に、国語教諭が作詞、音楽教諭が作曲した。それまでは、本校である佐野高校の校歌を使用しており、大阪府立佐野高等学校ひねの校。 大阪府立姫ねの高等学校の二つに在籍していた七から八期生は両方の効果を覚えたことになる。制服はブレザースタイル。セーターやベストもあり、ネクタイまたはリボンを着用する。池を埋め立てて校舎を建設しており、開校当初、クラブ活動としてボート部を作る構想もあった。文本校方式での合意点を念頭に、 校舎は、本校の雰囲気や伝統を引き継ぎ、感じさせる、美しい設計を要望していたため、玄関巡りの造作をはじめ、屋根を角ばらさず、また窓などもできるだけ R をつけた、柔らか味のあるデザインとなっており、体育館の異様、食堂横の日本庭園も含めて、白亜の新しい、満足できる、建設となった。ありがとうございます。